俺の名前は竹本雄二。ごく平凡で一般的な地元の地方都市で医療機器のセールスをしている会社員である。高い給料をもらっているとは言えないが、地元住民の強みである顔の広さとこまめな連絡体制、日頃のそんな地味な頑張りを見ていてくれる人もいるもので、昇進の話も出ている。家庭の方は料理が得意な妻の英美が専業主婦として家を守ってくれており、子供も一人いる。名前はビーミといい、10歳という年齢にふさわしく、甘えたがりで可愛らしい子だ。つつましくも平穏な毎日を3人で過ごす。そのささやかな希望に、ある日突然の影が差した。家族で談笑している時などに、ふと妻の英美を見ると、彼女の笑顔には何とも言えない感情が見て取れるのだ。出会った頃に俺が惹かれた花が咲くような笑顔は鳴りを潜め、まるで仮面をかぶっているかのような、それでいて俺に抗議か何かあるような笑顔。抗議ならまだ可愛いものかもしれない。俺は英美に殺されるんじゃないかという、まともに考えると極めて非現実的な疑念を抱いていた。それには理由もある。父親が他界したのが3年前のことで、その傷も癒えないまま、母親は半年前に亡くなった。兄弟のいない俺には、両親の遺産の相続が待っていた。多額の相続をした俺が、英美に違和感を覚え始めたのも同じ時期だった気がするのだ。とあるオフの日に、一人で買い物に行った帰りの時だった。歩いている俺にめがけて、猛スピードで走ってくる車に遭遇した。とっさに身を翻して歩道に倒れ込んだので、引かれはしなかったが、植え込みで怪我をしてしまった。フロントガラスの向こうに乗っていた二人の姿は脳裏に残っている。若い男が運転していて、急停車してこちらに駆け寄ってくるでもなく、当たり前のように走り去っていった。その時、助手席に座っていたのが、他ならぬ英美に見えたのだ。英美は確か今日友達と買い物に行くって言ってたよな。まさかな。その後も見る限り同車種ではないかという車にぶつかられそうになることが何度もあったり、一緒に出かけたデパートや駅の階段で必ず英美が背後に回るので気が気でなかった。まるで事故に見せかけて俺を突き落とそうとしているかのような、そんな気配をひしひしと感じるのだ。そのうちに俺は英美に隙を見せられないと考えるようになった。英美の狙いは十中八九、俺が相続した遺産だろう。しかしながらあくまでもそれは俺の勘や証拠のないことばかりで、英美に面と向かって尋ねることはできなかった。俺を殺して遺産を奪うつもりか、なんて聞けるわけがない。もしかしたら俺が気づかないうちに英美を怒らせるようなことをしたのかもしれない。一度お互いに腹を割って話し合わなければ、そう考えていた。そんな毎日を送っていたが、数日後上司に頼んでいつもよりも2時間ほど早く帰宅した。彼女が以前美味しいと言っていたプリンも買ってきて、二人でじっくり話し合いをして英美の真意を聞こうと思ったのだ。ただいま。英美という呼びかけは飲み込んだ。玄関ドアを開けた瞬間、聞き慣れた英美の話し声が聞こえたからだ。誰かと電話で話しているようである。ええ、まだピンピンしてるわ。毎日料理にちゃんと入れてるのに、味が変わってバレたらまずいと思って加減してるのがいけないのかしら。あの毒本物なのよね。疑われないのが最優先だ。警察にでも駆け込まれたらそこでおしまい。遺産をいただくどころの話じゃなくなるからな。わかってるけど、私は早くシーローと幸せになりたいのよ。あいつの顔を見るのももう嫌なの。目の前が一気に暗くなった。その場にへたり込みそうになるのを必死で抑える。こんな話は聞きたくなかった。英美は浮気をしていた。それだけに飽き足らず、
毎日の手料理に毒を持っていたのだ。あまりのショックに意識を手放しそうになった時、俺を呼ぶ声がして現実に引き戻された。あ、パパ、ただいま。早く帰ってきたの？学校から帰ってきたビーミに救われた。こんな状況の中、一人で平然と帰宅するのはどう考えても無理だった。うん、たまには早く帰ってビーミと遊ぼうと思ってね。プリンも買ってきたんだよ。あ、駅前の美味しいところのだ。ありがとう、パパ。あら、二人ともお帰りなさい。今日は早かったのね、あなた。いつも通りにエイミが出迎えてくれる。先ほどの電話の内容を聞いていなければ、本当に怖いくらいにいつも通りのエイミだ。それが余計に恐ろしく感じた。じゃあおやつの時間にしましょうか。あなた、ありがとう。ビーミにだけは不安な思いをさせてはならないという気持ちだけで、なんとか普段通りの自分であるように装えたが、頭の中はぐちゃぐちゃになっていた。今まで連れ添ってきた妻からの裏切り、そして明確な殺意。こんな思いをするのなら、何も知らずに毒入り料理を食べ続けて死んだ方がマシだったかもしれないとすら思った。それほどに衝撃的だった。エイミがシーローと呼んでいた男の名前に覚えはないが、おそらくその男が俺を何度も車で引こうと狙ってきた男なのだろう。俺を殺して遺産を奪おうと提案したのはどちらなのだろうか。うなだれながら考えてしまう。俺はまだエイミがそんな恐ろしいことを自ら発案するような人間じゃない。そう信じたかった。スマホの待ち受けにしてる娘の笑顔の写真を見つめながら俺は誓った。決して二人の思惑通りにさせてなるものかと。休日のある晴れた日、ビーミのおねだりに根負けした形で山にハイキングへ行った。もちろん家族三人で。エイミは朝早くから手作りの弁当を作っていた。山といえば崖や急坂などの今の俺にとっては危険だらけなわけで、内心戦々恐々としていたが、さすがに母親であるエイミが娘のビーミの前で父親である俺を殺しはしないだろうと思って自分を納得させた。何より心から楽しそうに準備をしているビーミの笑顔を奪いたくはなかった。パパ、どっちがあの木まで早く着くか競争しようよ。ほらほら、ちゃんとペースを考えていかないと途中できつくなっちゃうわよ。山を登り始めてから1時間くらい経っただろうか、俺は自分の体調に異変を感じた。呼吸をするのすら苦しく、油汗が全身から吹き出るのがわかる。足を前に進めることもできない。エイミが電話で話していたのを聞いてから、せめて毒からは身を守ろうと、俺は手料理を避けるために帰宅を遅くしたり、食べざるを得ない状況になり、胃に入れても、消化して体に取り込まれる前に、すぐ吐くなどして対応してきた。しかし、こんな最悪のタイミングで、蓄積された毒が体内に巡ってしまったようだ。朦朧とする頭で、確かこの先には崖があったことを思い出していた。高さは10メートルほど。万が一落ちたら命も危ない。そう分かっていながら、俺の体は言うことを聞いてくれずにフラフラしてしまう。一旦その場に腰を下ろそうと体から力を抜いた瞬間、背中に強い衝撃を加えられた。足で踏ん張ることもできずに俺は崖から落ちてしまった。うわぁ、失われていく意識の中で分かったのは、ビーミが泣き叫びながら俺を呼ぶ声、そしておそらく俺を突き飛ばしたのであろう両手を引っ込めつつニヤニヤと怪しい笑みを浮かべるエイミ。その隣にはシーローと思うしき男の姿もあった。その日の夜のこと、エイミとシーローは酒を酌み交わしていたようだ。ああ、ようやくせいせいした。最高にうまくいったわね。乾杯だ。今日は飲み明かすぞ。
しかし旦那の葬式の準備はしなくていいのかよ、お空さん。やめてよ、もうあんなのの妻なんかじゃないわ。一番安くて簡単なのでいいのよ、お金を捨てるようなものなんだから。ねえ、遺産が入ったらグアムに移住しましょうよ。俺は構わないが、問題は子供だな。なんとかするわ。俺が意識を取り戻したのは奇跡的なことだったそうだ。どのくらいか自分ではわからないくらいの間生死をさまよい目が覚めた。パパ、一人にしないで、早く起きて、神様お願いします。ビビ、パパ、よかった、よかった。ここは病院か。そうだよ、パパ。泣きじゃくるビーミの頭を撫でる。生きてまたビーミに会えてよかった。顔が見れて本当によかった。どうやらビーミは目を覚まさない俺にずっと付き添ってくれていたようで、ベッドや病室のあちこちに折り鶴があった。そんなビーミの思いを想像するだけで涙が止まらない。しばらく二人で泣いて、同じタイミングで涙が止まった時、ビーミが何か箱を持っていることに気づいた。ビーミは怪我してないか、ずっと付き添ってくれていたんだろう。大変なことをさせてごめんな、ありがとう。ビーミは首を横に振り、いつもの笑顔を見せてくれた。そしてビーミはあの日から今日までのことを俺に聞かせてくれた。崖から落ちた俺はたまたま近くにいた登山客の通報により救急車で運ばれて ICU で治療を受けた。もし通報がなければ、きっとエイミとシーローは俺の息が絶えるまで放置していたのだろう。病院への説明はエイミが言った。その話によると、俺は崖っぷちで深呼吸をしていたら突然気絶してしまい、あっという間にバランスを崩したので助けることもできず落下したそうだ。塩らしく涙を流しながら話しているエイミの姿を想像したら吐き気がした。その後はエイミは娘をその場に置き去りにして姿を消したらしい。そのまま1週間ほど姿を現すことがなく、まだ幼いビーミはたった一人で俺に付き添ってくれていた。そして消えた時と同じように突然現れたエイミの隣にはシーローがいたという。エイミは突然のことに戸惑うビーミを無理やり連れて行こうとした。今までどこにいたの、ママ。ごめんね、ビーミのことを放っておいたわけじゃないのよ、ママは忙しくて。それよりパパの具合はどう？お医者さんは命が助かったのも奇跡だって、目を覚ますのはいつかはわからないって。そう、じゃあビーミ、今からママと海外に行くから最低限必要なものだけ準備しなさい。え、なんで？それにパパは置いていくの？大丈夫よ、ここの病院はしっかりと見ててくれるから。ビーミ、ママの言うこと聞けるわよね？もたもたするんじゃねえよ、早くしろ。人を殺そうとしておいて海外旅行か。ふつふつと湧き上がる怒りもあれば、身勝手な行動に振り回されたビーミのことを思うと、母親として、いや人間として情けなくなる。ママは今どこにいる？今は一緒じゃないみたいだが。ビーミは引き続き話し始めた。3人が旅行で向かったのはアメリカだったそうだ。しかしそこは運悪く治安の悪い地域で、路上で持っていた荷物をひったくりされた。そこで諦めればいいのに、エイミとシーローは荷物を奪い返すために必死に抵抗して、逆上した犯人に銃で撃たれて2人とも絶命したという。銃声による通報で現地の警察が駆けつけた時に現場にいたのは日本人の子供であるビーミだけで、事件の詳細、二人を殺した犯人、そしてシーミとシーローはどうなったのかなどは判明しなかったが、幸いビーミは手厚く保護されて無事に日本に帰国できたそうだ。そんなことが。ビーミ、怖かっただろう。よく一人で頑張ったな。
娘を強く抱きしめると、それに応えるようにビームも強く抱き返してくれた。異国の地で目の前で母親が銃殺され、日本には目覚めない父親しかいない。ビームの不安は計り知れないものだっただろう。俺はこの時初めて知ったのだが、エイミ本人が持っていた資産も相当なものだった。そしてそれは遺産として全てをビーミが相続する運びとなった。エイミが生きていた頃に遺産があるなんて聞いたことがなかったから、意図的に隠していたのだろう。そんな隠してまで独り占めにしていた自分の遺産だけでは飽き足らず、殺すことを厭わないくらいに俺が相続した遺産にまで執着し、結局は見知らぬ土地で凶弾に倒れたと聞いても全く同情の念など湧かない。むしろ因果応報という言葉がしっくりくる。長い話を終えた後、ビーミはくすっと笑って言った。パパ、もう何も心配いらないよ。あの男の骨はこの箱の中にあるから。ビーミの考えはどこか違うところにあったのかもしれない。しかし俺は日常的に命を狙われる地獄のような生活から逃れ、窮地に一生を得て今もなお生きている。これ以上の幸せはないと思う。ビーミも同じだ。異国から命からがら生還した。この子だけは絶対に俺が守り抜いてみせる。共に生きている限り永遠に。